11月12日から17日までお家で楽しむワインフェアを開催いたします。東武一押しのワインと食事のマリアージュをご紹介します。それではどうぞ。こんにちは、センチュリートレーディングカンパニーのソムリエの三村武史と申します。今日ご提案させていただきたいマリアージュはこちら、シャトーアルジェのミネルボアという南フランスの赤ワインとゴルゴンゾーラを使ったクリームコロッケのマリアージュでございます。はい、一応セオリーとしてはクリームコロッケというと白ワインで、ちょっと樽を効かせた白ワインとのマリアージュを皆様イメージされるかと思うのですが、こちらの中にゴルゴンゾーラといったブルーチーズが入っておりまして、かなり塩味の効いた、それですごい濃厚な味わいでございますので、あえて赤ワインのグルナッシュシラーといった南フランスのちょっと若干甘みのニュアンスも感じられる、かつタンニン豊富なミネルボアとマリアージュをご提案させていただきたいと思います。このゴルゴンゾーラチーズ、より口に含んだ時に塩味と濃厚なまったりと舌にまとわりつくような味わいのチーズであります。こちら合わせるワインとしては、セオリー的には貴腐ワインといったボルドーの濃厚な甘口ワインとの相性というのも大変いいのですが、同時にこのタンニン豊富だ南仏の赤ワイン、このスパイシーなニュアンスと凝縮された果実味と、このゴルゴンゾーラチーズの塩味とまったりした濃厚な舌触りというのが口の中に含んだ時にいいマリアージュを生むと思い、こちらをご提案させていただきました。こちらなかなか南フランスのミネルボアという南仏のワインというのはボルドー、ブルゴーニュと比べてそこまでやっぱ知名度もないので日の目を見ないところでもあるのですが、価格も手頃で、こちら側に、2000円で楽しめるという、かつオーガニック有機栽培のブドウという、最近ボルドーを含めフランス全体でオーガニックワインという評判は高いです。すべて農薬を使わずに、あるいは農薬を極限まで抑えて栽培することでブドウ本来の味わいを生かす作りでございますので、結構国内日本でも今オーガニックワインの需要というのは徐々に伸びてきております。2016年ということでヴィンテージとしてもちょうど今飲み頃に差し掛かっております。これからあと 1,2 年寝かしていただいて、さらに深い味わいにも熟成されてきますので、そういった飲み方もできます。ぜひこの機会にお試しいただければと思います。地下サイズ場内ではお得なワインセットやワインにぴったりな美味しいお食事もご用意しております。11月12日から17日はぜひともお家で楽しむワインフェアへお越しください。今後もさまざまなイベント情報を発信いたしますので、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。